TCB 特別賞安本匠です。今回は緊急で動画回してるんですけども、知ってる方もいるかもしれませんが、TBS のですね、報道番組の取材を受けまして、TCB のザタイムというですね、朝の情報番組にちょっと出演いたしましたので、まあ、その報告を兼ねて、緊急で動画回しております。OK。OK です。これどうします？私話します？あ、そうですね。結局。グダグダ。緊急だから。もう TBS 常連ですね、ザタイム。今回2回目ですね、実はね。もう常連です。前回も何だ、何でしたっけ、タイプです、タイプです。モーニングショーは何だっけ、あれ。え、知らない。なんで先生が覚えてないんですか？モーニングショーは SNS なんだから。前回エステでのタイプはダメですよって話の取材を受けてザライブに出たんですけど、今回は死亡吸引をして患者さんがですねお亡くなりになったっていうことで、死亡吸引のリスクとかどういうふうにやるかとか、そういう取材をね TBS さんから受けて実際ね報道番組に出演したんですけど、まあその報告ですね。まだ知らない方もねいらっしゃると思うんで、その方向けにちょっとこの TBS さんのニュースの記事を読ませていただきます。去年4月に大阪市内の美容クリニックで死亡吸引手術を受けた男性患者が死亡していたことが分かりました。書類送検されたのは、まあ、大阪のクリニックですね。調べたら出てきます。割とごまかしたのに割と有名な事件の概要ですね。警察によりますと、この医師は去年4月、男性患者、当時48歳の顔の死亡吸引手術を行った際、出血により窒息する恐れを認識しながら適切な処置を怠り、翌日に男性を死亡させた疑いを持たれています。警察の調べに対し医師は容疑を否認しているということです。こんなことってありえるんですね。可能性としてはね、やっぱありますよね。まあもちろん可能性としてはっていう感じなんですけど、実はこの方が死亡したっていう話は僕も知ってたんですよ。ニュース何回か知ってたの。そうなんですね、うん、そういうのって先生結構入ってくるもんなんですか。入ってきます、入ってきます。どこどこのクリニックでなんかこういうことがあって亡くなったみたいですみたいなって結構入ってくるんですよね。まあ、注意喚起含めて。そうそうそう。状況としては死亡吸引は大体まあ耳の下からやるんですけど、顔だったら顔のこの辺か、あとは顎下この辺を吸ってくるんですよね。そうですね。で金属製の加入量を使って死亡をこうガリガリ吸ってくるんですけど、術後のやっぱり中でこう血が出ちゃうってことはゼロにはならないんですけど、大きな出血だとここがもうパンパンに膨らんじゃって、口からや鼻から息を吸ってその酸素が気管を通って肺の方に行くわけじゃないですか。そう呼吸をすると管がここにあるわけですよ。ものすごいここに出血があって血が充満したら、それによってまあ息が苦しくなる、あるいは窒息してしまうっていうことが起きるかなと思います。ちなみに先生が知ってる中で、こういう世の中に出てない中で結構こういう事故ってあったりするんですか？少なくても TCB ではないです。他の院でも1件ぐらいなんかあったと思うんですけど、僕が知ってる中でそんなに多くあることなんてもちろんないですね、うん、結構出血してちょっと腫れが強く出るって可能性はあるんですよ。どこの腫れの腫れ？この辺ですね、この辺。ただそれで窒息までは基本いかないです。例えばこの辺動脈とかを集中に損傷してしまえば、もう直後からパンパンに多分腫れるんですよね。でそういう経験は僕はないけど、もうそうなったらもうその時点で緊急で運ばないと助かんないかもしれない、うん、動脈でもすごい細い動脈だとじわじわこう来る場合もあるし、はい、静脈だったら 2,3 日してから結構強く腫れ出る可能性もある、まあ、それまでに多分血止まっちゃうんで、腫れが強く出ても大事には至らないっていうケースがほとんどだと思います。息苦しさっていうのはやっぱり呼吸を司るその気管を圧迫してるっていう一つの所見になるので、まあ、息苦しいまで行った場合やっぱり救急外来などを受診して検査なり適切な処置をする必要があるかなと思います。で適切な処置は何かっていうと、やっぱりこの気道がどうなってるかっていうのを画像的に見て、必要があれば気管内挿管といって気管の中に管を入れて呼吸器につなげて呼吸の管理をするっていうのが、まあ、適切な処置になるかなと思いますね。ちょっとまとめとして、死亡吸引やりたい方って多いと思うので、顔の死亡吸引で気をつけること、はい、対策、患者様側のですねお話いただきたいです。やっぱり腫れがすごい強いなとか気になることがあればもう来てもらうっていうのが一つですね。夜間であればもし息苦しいとかそういう所見があれば救急外来を受診してもらう、それに尽きるかなと思います。ちょっと皆様も気をつけて、はい、リスクを承知の上で、そうですね、お考えください、はい、お願いします。この動画が参考になったと思う方はチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると動画制作の励みになりますのでよろしくお願いします。また当院に予約を取りたいという方は概要欄のリンクからご予約ください。各種 SNS もやっておりますのでぜひ見てくださいね。バイバイ。
ちは緊急で動画回した体なんで。